クリスタルパレスの鎌田大地は現地メディアから一定の評価を受けた。1日のプレミアリーグ第3節、クリスタルパレスは敵地でチェルシーと対戦。25分にチェルシーに先制点を許したクリスタルパレスだが、53分にエベレチエゼが芸術的なミドルシュートを叩き込んで同点に。その後、蒲田に惜しいシュートがあったものの、両チームともに得点は生まれず、1対1のドローで終わった。 試合後、イギリス、90MIN、和両チームの採点。その中で鎌田はチーム6位タイの6点と評価は伸びなかったが彼の素早い考えとワンタッチのパスを生かして手際よく攻撃を組み立てたと一定の評価を示した。また、ギブムズポートでは鎌田は7点とチーム5位タイの評価に。同メディアは日本代表 MF のパフォーマンスについてうまく役割をこなしていたが、 重要なパスを送るのに一度や二度苦しんでいた。後半にはさらなるスピリットやシャークさを見せた。試合の中でうまく成長していたと称えている。その他にも、スカイスポーツで鎌田はチーム5位タイとなる6点の評価。デイリーメールでも同様にチーム5位タイの6点の評価となった。